鳥取県境港市、水木しげるロードに設置されている貧乏人のブロンズ像。貧乏神は、取り付いた人間やその家族を貧乏にする神。日本各地の昔話、随筆、落語などに、名が見られる。基本的には、薄汚れた老人の姿で、痩せこけた体で、顔色は青ざめ、手に渋うちわを持って、悲しそうな表情で現れるが、 どんな姿でも怠け者が好きなことには変わりないとされる。家に着く際には押し入れに好んで住み着くという。詩人、中村光之によれば、貧乏神は味噌が好物で、うちわを手にしているのはこの味噌の方向を仰いで楽しむためとされている。仮にも神なので倒すことはできないが、追い払う方法はないわけではない。新潟では、大晦日の夜にいろりで火を焚くと、 貧乏神が集がって逃げていくが、代わりに暖かさを喜んで、福の神がやってくるとされる。いろりにまつわる貧乏神の俗信は多く、愛媛県北宇和郡津島町では、いろりの火をやたらと掘ると貧乏神が出ると言われる。貧乏神という表現自体は、古くは室町時代にまで遡り、応仁の乱で荒廃した刑の記録として、文明13年6月、 堺の福人の女房たちが受落し、京都の貧乏神の男たちが境へ下ったという風説があり、堺からの福人の受落説には、京都の復興を絶望する町衆の心が投影されていた。この記録からは貧乏神がお神として認識されている。極定馬金らによる江戸時代の気団集うさぎ炎小説により、旧期、文政4年、 江戸番町に年中技合い続きの家があり、その武家に仕える男がある時に、用事で、総会でかけ、一人の僧と知り合った。男が僧に、どこから来たのかと尋ねると、今まで男の仕えていた屋敷にいたとのことだった。男はその僧を屋敷で見たことがないと告げると、僧は笑いながら、あの家には、病人が続出しているが、すべて貧乏神である私の仕業だ。 あの家は貧窮極まった状態なので他の家へ行く。今後あなたの主人の運は上を向くと言って姿を消した。その言葉通りその後男の使える家は次第に運が向いてきたという。津村ちまきの随筆短回昔あるものが家で昼寝しているとボロボロの服の老人が座敷に入ってくる夢を見てそれ以来何をやってもうまくいかなくなった。 4年後、夢の中に、あの老人が現れ、家を去ることを告げ、貧乏神を送る儀式として、少しの焼き飯と焼き味噌を作り、お式に乗せ、裏口から持ち出し川へ流す。今後貧乏神を招かないための手段として、貧乏神は、味噌が好きなので、決して焼き味噌を作らない。また生味噌を食べるのは、さらに良くないことで、食べると味噌を焼くための火すら燃やせなくなると教えた。 その通りにして以来、家は休泊することがなくなったという。伊原西閣、日本永代蔵により、祈る印の神のおしき嫌われ者の貧乏神を、祀った男が、七草の夜に、亭主の枕元に揺るぎ出た貧乏神から、お膳の前に座って食べたのは初めてだと、大感激されて、その例に金持ちにしてもらったという話である。また、かつて、江戸の小石川で、 年中貧乏暮らしをしていた旗本が、年越しの日、これまでずっと貧乏だったが特に悪いこともなかったのは、貧乏神のカゴによるものだとし、酒や米などを備えて貧乏神を祀り、多少は貧窮を免れて、服を分けてもらうよう言ったところ、多少はその利益があったという。大田神社貧乏神神社亀戸分社佐世保駅にある、貧乏が去る像前述の、日本永代蔵の、 貧乏神は、貧乏を福に転じる神とされ、現在では、東京都文京区春日の牛天神北の神社の脇に、大田神社として、祠が祀られている。祠に願掛けをして貧乏神を一旦家に招き入れ、万願の21日目に丁寧に祀って送り出すと、貧乏神と縁が切れると言われている。東京都台東区の妙央寺にも、貧乏神の石像が祀られている。 この石像は、景気回復のガから貧乏神の頭の上に猿が、乗る、貧乏が猿像と名付けられている。この像は、香川県高松市の木梨駅と長崎県佐世保市の佐世保駅、銚子電気鉄道の中の町駅にも設置されている。また、銚子電気鉄道には、笠上黒ハエ駅に貧乏をおとりとして、頭に雉が乗った像が、 犬吠駅に貧乏がさぬとして頭に犬が乗った像が猿と時を同じくして設置された。貧乏神が焼き味噌を好むという説に関連し、大阪の船場には明治10年頃まで貧乏神送りの行事があった。毎月末、船場の商人の家で味噌を焼き、それを皿状にしたものを番頭が持って家々を回り、香ばしい匂いがあちこちに満ちる。 この愛を見計らい、その焼き味噌を二つに折る。こうすることで、好物の焼き味噌の匂いに誘われて家から出てきた貧乏神が焼き味噌の中に閉じ込められるといい、番頭はそのまま焼き味噌を皮へ流し、さらに自分も貧乏神を招かないように味噌の匂いをしっかりと落としてから帰ったという。ことわざの書き打ちわは、貧乏神がつくわ。 渋内輪に貧乏神がつくという俗信から来ている187校。ありがとうございます。